僕の初めての夢はサッカー選手になることです。まあ、はっきりはあまり覚えてないんですけど、僕がサッカー始めたのがもう3歳の頃で、物心ついた時にはサッカーを始めていて、そしてサッカー選手になりたいという夢が、もう自然とこうあったので、まあ、正直多分小学校入学したぐらいだと思います。本当にいろんなポイントはあるとは思うんですけど、やはり高校の時に自分はまああのプロに、まあ現実を見るようになってプロになれるなれないんじゃないかと正直思ってた時期があって、まあその時に浦和レッズのスカウトの方が来てくれて話をいただいた時だと思っています。常に挫折は感じてますし、まあ、それはまあ今も変わらないですけど、まあ、一番大きな挫折といえば、まあ、やはり中学高校とその自分のサッカー選手プロサッカー選手になるという夢がある中で、現実をこう見るようになり、自分より上手い選手が本当に何百人いる中で、果たしてこれは自分プロになれるのかなという、そういう思いというものは子供ながらに強く思っていて、まあ、その時は自分の夢を諦めようかと思った時期はありましたけど、まあ、その頃が一番大きかったのかなと思いますけど、いやもう常に僕にとっては夢が支えであり、その自分が目指すべき場所があるから、何かそう挫折があったりくじけそうな時もその夢、まあ、常にこの夢を達成した時の、風景というか、そういうものは常に頭の中にイメージしていて、まあ、成功をしているところをイメージしているので、まあ、その、素晴らしいイメージというものが常に支えになっています。やはり、小さい頃から海外でプレーするということは、夢であり、まあ、その中で、ドイツに渡り、ブンデスリーガで優勝をしたり、まあ、そしてチャンピオンズリーグでプレーしたり、まあ、そういうところは自分の中で、非常に達成感はあったところではあります。やはり今は、自分も、立場として海外でプレーして、まあ、そして日本代表としてもプレーさせていただいているので、やはり2014年ワールドカップで、良い成績を収めて、ワールドカップというものはね、日本中の人たちをそういう日本中の人たちの心を動かせる動かすことのできる素晴らしい大会だと思うので、感動と書いて、まあ、心を感じて動くと書きますけど、まあ、その日本中の人たちの心を何かを感じさせて、そして動かせるようなそういうプレーをして、そういう大きな目標はあります。常にそういう大きな目標というものは持っていますが、まあ、ただ今この瞬間を自分の中では一生懸命全力でやらなければいけないと思っています。まあ、自分は過去でもなく、まあ、未来でもなく、今この瞬間を生きるタイプの人間なので、まあ、そういう意味では今というこの瞬間を大事に大切にしていくことが大きな未来につながると思っています。まあ、僕の夢はサッカーに限らず、死ぬまで自分のこの生が尽きるまで夢を持ち続けること、それなので自分にとって夢というものは、生きがいであると思っています。